それでは一つ目の質問とさせていただきます。味岡先生に質問です。将来ビジョンのお話がありましたが、海外に向けての展開等はありますでしょうか。ご回答をお願いいたします。ありがとうございます。海外の展開ということなんですけれども、実際に会員会社として、それぞれですね、目指しているというような形にはなるんですけれども、アメリカで、漢方薬がですね承認できないかということで、試験を開始していたりとか、そういったものもございます。ただなかなか医薬品ということなの でそれぞれの国のレギュレーションというのがありまして、非常にこう、なかなかうまくいかない部分もあるかと思うんですけれども、今そういった形で、現在は展開しているというところ。ありがとうございます。では次の質問です。ご講演ありがとうございます。味岡先生に質問です。漢方薬は女性の比率が高いとのことですが、西洋医学にない女性の特有の症状に効果を示すものが多いのもあるのでしょうか。それとも妊婦産後に優しい薬が多いからでしょうか。ご回答お願いいたします。ありがとうございます。これについては三谷先生の方が本当はご専門なのであれなんですけれども、一応データ上でご紹介はとりあえずさせていただきたいと思います。先ほどですね、女性の子育てとか仕事をしている世代、また更年期の方々の世代に女性の比率が非常に高いというようなことを示しさせていただきましたが、その中で使われる漢方薬っていうのはやはり月経不順ですとか、更年期障害に使われる漢方薬、あとは冷えとかですね、のぼせの症状、あとはむくみを取ったりとか、あとは不安とかそういった不安神経症とかそういったものに使われるということで、そういった活動をしていく中で生活に支障をきたすさまざまな症状の改善ということで、漢方薬を使われているケースが多いのかなというふうな印象がございます。はい、三谷先生からもご意見伺えますでしょうか。はい、ありがとうございました。確かに女性の患者さんが多いというのは確かですし、そしたら女性の患者さんに有効、女性の患者さんにこそ有効と言えるのかと、いうことになるかと思うんですけれども、それはですねやっぱり先ほど私の話の中で、少し触れましたけれども、いわゆる病院さんの部分が女性には多いということですね。診断ついてホルモン補充療法して運動管理、そういう治療もないことはないんですけれども、やっぱりお話を聞いて、で自分と自分の周りとの関係で、治療していかないといけないことが女性の問題には多いということがですね、漢方治療が非常に役に立つ一つの理由ではないかというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では続きまして小柳先生に質問です。国内産地化においての奈良の強み、特徴は具体的にどのようなことがあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。質問ありがとうございます。先ほどの三谷先生のスライドというか、お手元の資料の11をご覧いただければ、まさにこれが奈良の強みだと思います。芍薬とか陶器という一般的な生薬の名称に大和とついて、これが奈良ということになると、これは他の県では到底太刀打ちできない、真似のできないブランドだと思いますので、私はもうこれはすごい強みだというふうに思っております。はい、こちらも三谷先生からもご意見お願いいたします。はい、奈良のこれだけのですねバックグラウンドがあるにもかかわらず、実は奈良県の、皆さんがですねそれほどその奈良がこう
生薬、薬作物の、有力な土地柄ということがあまり、知られてないなと思ったんですよね。ですからこういったシンポジウムを通して、その奈良に住んで、薬用作物を育てることっていうのが、他の、荒れた土地で、育てるよりもずっとずっと、有効に、まあすくすくとっておかしいですけれども成長をさせることができるということは、ぜひぜひ知っておいていただきたいことかと思っております。はい、ありがとうございます。それでは小柳先生に質問です。マッチング成立不成立の例で、価格の折り合いがつかない生薬、中国産との価格差が少ない生薬、それぞれの例と考えられる理由を教えてください。はい、ありがとうございます。これ先ほどの私のパソコンでちょっとお見せしたいので、ちょっと準備しますので先に質問進めてもらってよろしいですか。はい、かしこまりました。それでは三谷先生に質問させていただきます。はい、冒頭のお話の中で東洋医学では生薬の産地を確認するという話をされたかと思いますが、同じ作物で産地によって何が違うのでしょうか。何か具体的なデータがあるのでしょうか。産地作りを考える上で参考にさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ここがですね、実は漢方の強みでもあり弱みでもあるところなんですけれども、やはり長年そこで作られてきているということがやはり信頼の一つの根拠になるわけですね。で、漢方薬の良品というのが色、形、匂い、そういったものが揃ってこそ、品質の高い漢方薬という、生薬ということになるかと思うんですが、ただいわゆる、薬理学的なデータで比較すると必ずしも、数字が高いということではないんですよね。しかし効果効能に関しては明らかに長年そこで作られてきているという生薬の効果がはるかに高い。だから私たちはその産地で作られたもの、伝統的にその産地で作られたものを使ってますかということを問われていたような気がします。ですから奈良の陶器を使って治療をしたということと奈良以外の陶器を使って治療をしたということは本質的にもう違う生薬を使って治療をしているということになるわけです。データが十分、揃ってなくても奈良の陶器を使っているというだけでおそらく、漢方をやっている人間にとってみたらそれは優れたお薬を使って治療をしているということになるかと思っております。はい、ありがとうございます。では小柳先生、先ほどの質問のご回答をお願いいたします。はい、こちらですね、先ほどお示ししました薬産業の調べるというところを見ますと、価格差の調査がございます。で、日本の実績ありの方を選んでいただきますとこのような表が出てきまして、一つの例えば芍薬ってありますけれども、中国産から買っているのが一番安いのが400円、一番高いのが1300円、日本産が1200円と2400円、まあこれかなり芍薬についての日本産の方が高くなってしまうんですけども、陶器なんか見ますと、最低300、中国が最低300から1400、それ日本が880から1800、だんだん縮まっていると。神秘なんか見ますとほとんど一緒になっているというところが200円と800円、500円と800円ということですので、これ実は最新のデータがこれから入ってくる予定です。で、これ今ここで何がどうだっていうふうにちょっと説明はできないんですけども、このデータ更新しますのでまたアップしましたらですね、これで見ていただけますとこの品目ごとに価格がどう変わっているかということが分かるのでご参照いただければと思います。はい、ありがとうございます。続いて三谷先生にご質問です。
フレイルのお話がありましたが、臨床の場面で西洋医学の古典的に使われて、これはとエビデンスの実感された具体例を教えてください。はい、フレイルにつきましては、いろんな角度から、研究がされているかと思います。で、私はですね、やはり、循環器の問題を背景として、四肢の筋力の低下とか、こういったことが関わってきているかと思っております。で、有名なところではですね、五射腎気丸とか、人参養栄湯、まあ、こういったお薬を使って、フレイルに対応していると、対応したデータ、特に五射腎気丸に関しましては、大阪大学の方で萩原先生が非常にこう詳細な、まあ、エビデンスデータを出しておられる。これは私たち漢方をやっている人間にとっては非常に力になる、エビデンスかと思うんですけれども、その五射腎気丸一つに関わらず、それだけではなくて、やはりここはフレイルに対して漢方薬が行く方がより有効であろうという場面というのは多いです。その基本となるのが補剤と言われる、補中液と従前大補湯を中心とした一群のですね、お薬によって、非常に、まあ、これは介護の場面なんかでもよく言われてるんですけれども、多くの患者さんのこう日常生活の ADL の改善ということに関しては明らかに上昇しているというデータがいくつも報告されてますので、ぜひまたご検討ご覧いただきたいと思います。はい、こちらの質問、味岡先生にもご回答お願いいたします。まあ、先ほどご紹介で三谷先生からもお話があった通りですね、まあ、フレイルに対しては実際ですね、今西洋医学的な診断で、治療する薬がないっていうのも現状ですし、まあ、そういった点で、漢方薬が三谷先生がおっしゃられた漢方薬が使われるっていうケースが非常に多いと思います。また先ほど、講演の時にお示ししました漢方将来ビジョン研究会といった中でも、やはり漢方薬はそういったフレイルですとかそういった方々の、全身状態を改善することに対して、漢方薬の必要性をもっと研究していきなさいというようなことも言われております。まあ、そういったところですかね。はい、ありがとうございます。それでは小柳先生に質問です。同じ漢方薬でも中国と日本とでは一袋に対し各生薬の成分量が違うと聞いたことがあります。同じアジア系民族ですがなぜでしょうか。質問の聞き返しをしているわけにいかないので文面だけからちょっと判断をさせていただきます。この質問は、エキス製剤の一方についての話だというふうに私は理解をしました。日本で、エキス製剤一方に入っている同じ処方ですよ、と中国で入っているその成分の量が違うのはなぜかっていうことでよろしいでしょうか。でこれですね、両方とも国の承認の違いです。で日本の場合は一方例えば 2.5g のエキス製剤の中にこれ例えばですよ、葛根湯 2.5g の中にエキス量は 1g というふうに決められています。つまりなぜかというと必ずお薬の効き目や効き目を一定にするためにですね、一方 2.5g に含まれるエキス量は 1g と決められています。これ例ですよね。ところが、中国の場合、中国のエキス製剤の場合どういうふうにするかというと、1日量この抗生生薬で作られたエキスからできた全てのエキスを入れなさいというふうになっています。日本の場合はエキスがいくら取れようが一方の中のエキス量が決まっています。中国の場合は1日量を決めたらその1日量を必ずエキスで製剤の中に入れなさいというふうになるんですね。
ということは毎回毎回抽出したエキスというのが違うわけですから、どのようにするかというと固形剤を、まあ、増えたり増やしたり減らしたりすることで一方の量のストータルの量は一緒になるんですけど毎回中のエキス量が違うということで、これはもう中国がずっとこれをやってきて、もともとが刻み生薬ですね、インテンって言いますけども、刻み生薬の世界でやってる世界ですので、この理論でずっとやってきたんです。で、日本は承認が一方の中でエキス量というのを決められているわけですから、全く、まあ、土台というか土俵が違う。これはもう基本的に、医薬品の許認可の違いだというふうに今我々は認識してますけれども、質問の方これでよろしいんでしょうか。ちょっと分かんないですけど、私勝手に理解させていただいて答えさせていただきました。はい、ありがとうございました。味岡先生に質問です。医療用漢方薬について保険適用とそうでないものがありますが、その違いは何でしょうか。ですね、質問ありがとうございます。まあ、保険適用とそうでないものの違いっていうのはですね、実際に中に入っている漢方薬っていうのは成分の中で、一般用の方が比較的少し少ない量入っているっていう違いはあるんですけれども、品目として、漢方薬っていうのが今現在医療用では148品処方が使えることになっているんですけれども、一般用はそれ以上の、約300近くの290いくつでしたっけ、使われていることかと思うんですけれども、それ自体はですね、昭和62年に、まあ、漢方製剤というのが今まで148処方まで修正されたんですけれども、それ以降ですね、まあ、行政の方のレギュレーションの問題で、なかなかそこからですね、新しいものを出すことができないということで、148でとどまっているというようなところが現状なのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。三谷先生に質問です。漢方製剤は、剤状や細粒、エキス、顆粒などの剤形がありますが、薬の効果に差があるのでしょうか。はい、まあ、これに関しましては、まずそのエキス剤というのはですね、例えば軽視伏療がんとか放射線分岐がん、あるいは五苓散とか当帰芍薬散というふうに、本来は生薬を砕いてそれを蜂蜜でコーティングするとか、そのままおもりで飲むとかいうような形のものをですね、基本的には一旦すべて煎じてそれを固形剤で固めてという形で作ってますので、厳密に言うと軽視伏療がん量、料理の量をつけるんですけれどもね、あるいは五射腎気がん量という形で、その剤形による差というものをまあ、意識せずに使えるというような形で製剤されているかと思います。ただ例えばですね、蜂蜜用がんという場合でしたら、先ほど言いましたように、もともとは生薬を砕いてそれを蜂蜜でコーティングしてっていう形で飲むということで、この吸収という点ではですね、アルカリに傾けて吸収がしやすいようにするとかいうことになりますので、残念ながらそういうがん剤とがん量とでの比較検討したデータがないので、何とも言えないところなんですけれども、感覚としましてはですね、がん剤はがん剤で、散剤は散剤で、服用する方がより有効かなというふうに思います。ただ、がん剤も散剤も基本的には健康保険の適用外になってしまいますので、やはりその比較というのはなかなかできてないのかなと思っております。はい、ありがとうございます。最後の質問とさせていただきます。小柳先生のお話が大変わかりやすく参考になりました。国内産の医薬品の製品化に伴い課題は多くあるかと存じますが、最終的な国内のメーカーが使用するに至っては
コストの部分が最も大きいのでしょうか。シビアな質問ありがとうございます。正直に申し上げますが、やっぱり、公定価格が決まっているという以上ですね、この部分はメーカーとしてはコストというのは非常に考えなきゃいけない、本当に 心苦しいんですけども、まあ必要です。ただ我々も手をこまねいているだけではなく、当然他のコストも下げながらもですね、できるだけ高く買えるようにという努力を、まあ、各社、それぞれ努力してますので、ご理解いただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では最後にもう一つだけ、三谷先生に質問です。台湾では始末トーナメントが一般家庭でも食されるそうですが、安全に扱うために始末トーについてもう少し詳しく伺いたいです。はい、台湾に参りましたときに、こんな風に始末灯を使われてるのかと思ったのはですね、町のあれはもう薬膳のお店でも薬局の方でもですね、みんなが飲んでる始末灯スープみたいなそういう広告があったんですよね。ですから始末灯を薬として使ってるだけではなくて、薬膳の一環として始末灯を活用して、お料理に、生かしているというようなそういう意味合いがあるのかなというふうに思いました。普通に始末灯としてはですね、もちろん台湾でも、台湾は陶器、芍薬、仙灸、滋養という4部に関してはそれぞれエキス化してそれを、混ぜて提供するということで、やっぱりお薬なんですよね。でも、始末灯スープということになりますと、お薬ではなくて、体を温める薬膳の働きを重視して使われているのではないかなと。まあ詳細に関してはちょっとわからないところもあるんですけれども、私の理解では、そういうふうに考えております。はい、ありがとうございます。ではお時間となりました。すべてのご質問をご紹介できず申し訳ございません。三谷先生、小柳先生、阿城香先生、本日はありがとうございました。